なぜこの女がクオドラティックキーを持っ我々の言葉が理解できないわけではあるまい。クラウド、しっかりして。治癒の力だと？てめえ、ネーデ人か？ネーデ人？一体何を言っているんだ？お前たちは何者だ？やれやれ、本当に野蛮ですね。未開惑星の人間はすぐにそうやって声を張り上げる。いや、わしが見たところ、この少年はエクスペルの人間ではないぞ。おそらくは地球人じゃ。それは失礼ですが、なぜ地球人がこんな宇宙の果てに？そんなことは知らん。しかし、こんな未開惑星に地球人だけでなく、まさかテトラジェネスまでいるとはな。あなたたち、何を言っているんですの？地球人、宇宙、クロード、わかるはずもないか。ならば教えてやろう。その少年はエクスペル人ではない、別の星の人間だということじゃ。別の星の人間？そうじゃ。お前たちがただの光と思っている星々には、さまざまな生物が住んでおる。それは地球しかり、エクスペルしかりじゃ。しかし大したことではあるまい。お主とて我々と同じネーデ人なのだからな。私、あなたたちと同じネーデ人。レナ、こいつらの言うことは聞くな。お前たちの目的は何だ？エルリアを滅ぼしたのもお前たちか？我々の目的などお前が知る必要はない。何？それにもう遅えんだよ。すでにこの星はネーデとの衝突コースに入っちまった。目的を知ったところでおめえらにはどうにもできねえ。衝突？どうしてそんなことを？この星の破滅が目的なのか？何がおかしい？下等生物らしい浅はかな考えだと思ってな。こんな辺境の星一つ破滅させて何になる？これは我らがネーデに戻るための手段の一つに過ぎ、全ては我々が力を取り戻し、銀河宇宙を我が物にするための布石でしかないのだ。銀河征服だって？そうだ、貴様らのような虫けらには分からんだろうがな。そろそろ時間だ。間もなくこの星はネーデと衝突する。なぜだ？なぜお前たちはこの星を選んだ？この星が最もネーデとの周期軌道に接近する惑星だった。それだけだ。クオドラティックスフィア。お主たちの世界でソーサリーグローブと呼ばれておるものじゃ。あれを使って惑星の軌道をずらしたのじゃよ。ネーデと衝突させるためにの。しかしまさか、この星にクオドラティックキーまであるとは思わなかった。おかげで計画が100年は早まった。あなたたちがさっきから言っているクオドラティックキーって一体何なの？
君たちがエナジーストーンと呼んでいる紋章石を結晶化したものですよ。君も首から下げてるじゃないですか。これが、このペンダントが。でもどうして。ネーデ人である貴様が持っていても不思議ではあるまい。クオドラティックキーを作ることができるのはネーデ人だけなのだからな。もういいだろ、どうせお前たちはここで死んじまうんだ。そうはさせない。お前たちを倒してこの馬鹿げた行いを止めてみせる。残念だが我々を倒してももはやエクスペルの軌道は変わらない。そんなのやってみなければわからないさ。バカな奴だ。おい、少し相手をしてやる。どうしても死にたいようだな。苦しまないように殺してやるのがせめてもの情けか。ここは私に任せてもらおうか。このような輩は私一人で十分だ。私は十賢者が一人メタトロン。私と相まみえることを誇りに思うがいい。なかなかやるな。しかしお遊びはこれまで。ここまで来ればあとは我々の力でネーデまでテレポートできる。さらばだ愚か者たちよ。